本詞問い3番。右の図3は乾燥地域であるいくつかの地点について最暖月と最寒月の月平均気温を示したものである。1から4は図1周の地点 J から M のいずれかに当たる。 K に該当するものを図3中の1から4のうちから選べ。さあ見ていきましょう。まずポイントは乾燥地域というふうに問題文で定義されていて J から M を見ます。 J から M を見ますと、そうですね、 L や M のような内陸砂漠もあれば K のように海岸砂漠、 J のように海岸砂漠もある。繊維はさておき、このような形でそれぞれ地域性に特徴があります。そこを把握しながら見ていくわけでございます。では見てまいりましょう。まずポイントは最暖月と最寒月というものはそもそも何を示しているか。年較差を示していると考えましょう。で、今この4つの地域、今日の方に戻しますけれども、まあ実はこれ全部砂漠です。グレートサンディ砂漠や、ゴビ砂漠かな、および、この辺、まあね、インドの方の砂漠、南インド砂漠なんて言いますけれども、あとこの JE の方は、ね、ワーラル砂漠なんていう言い方をしますが、そこまで抑える必要はないんですよね。 M、L はやはり内陸で砂漠っていうのも分かってますし、ここサハラ砂漠あること見えてますし、インドのこの北部には大インド砂漠がありますから、そのあたりを見るのと、あと乾燥地域ということを考える。で、年較差を見て解く問題なので、あくまでも年較差の法則を使いましょう。ポイントは、細かい砂漠の一つ一つの知識がなくても、年較差や共通の法則を見出して解けるんですよ。はい。では、一般的に年較差3つありましたよね。大陸の場合は年較差は大きく、海洋の場合は年較差が小さい。そして緯度が高いと年較差は大きく、緯度が低いと年較差は小さい。そして東岸で大きく、西岸で小さい。これらを巧みに使って当てはめていこう。ただ知識としても分かるとは思うんですけども、 M や L は大陸です。オーストラリア大陸のど真ん中、ユーラシア大陸のど真ん中、海からの湿気が来ないので雨が降りにくく、年較差も大きいんですよね。したがって4つの点を考えるときに、L や M が1番や2番が当てはまっていることを念頭に置いてほしい。ちなみにユーラシア大陸の内部が最も核海道、海からの距離ですね、核海道を踏まえるとどう見ても L の方が大きいので、 L が1番で M が2番でしょう。ただ最悪核海道のことが分からず L、M を断定できなくても、大きい方から順番にね見ていけば消去法で L と M はなくせます。では残るは3と4です。
なかなかヒントが難しい。少ない中なので頑張っていくんですけれども、あれだけの法則全部使いましょう。K も J も海に近いです。海岸線です。海流ちょっと考えてみましょうか。さあ、思い出してくださいね。北半球の海流は八の字の法則だったね。地名出てこなくても大丈夫ですよ。インドのあたりは赤道半球がこう通っております。このまま南半球に行って、南半球では反時計回りだったね。分かっておいてほしいのが、名前が最悪出てこなくても、この8の字の法則と反時計回りの法則を使えば、どこが南流でどこが寒流かが見える。 K は暖流の影響を受けるような地域で、一方 J は寒流の影響を受ける地域です。したがって K と J を比べると J の方が上昇気流が発生しにくいことが分かるね。海からの暖かい水の流れが通ってないから、したがって J の方がより最暖月の温度が上がりにくいと考えられる。さらには J は大陸の西岸です。年較差は小さくなるとも考えられる。これらのことから3番と4番において J が最も年較差が小さく、 K がその次だというふうにできるね。正解は4番です。いいですか。 K のようなインドの北部の海岸にある砂漠の年較差なんて、もともと教えてる側だってそんな覚えてないんですよ。使っているのは年較差の法則であったり海流に対する理解です。さらには名前も出てこなくても、まあ、今回ちょっとカナリア海流とは出てきてほしいんですけども、名前は出てこなくとも授業の中で八の字の法則、反時計回りの法則話してますから、こういった基本法則を使って解いてほしい。これが地理の最大の魅力であり、知識量が少なくても解くことができる最大の頭を使う特権なので、ぜひ地理力、知識の応用を問題演習を通じて、解き方を理解することを通じて高めてください。ちなみにここはカナリア海流です。これは一応暗記事項としても大事なので押さえておくといいと思いますよ。以上でございます。